中村力と野沢幸子原作によるテレビアニメ君のことが大大大大大好きな100人の彼女の放送開始日が10月8日に決定。追加キャストとして長縄マリア、瀬戸麻美、浅井彩香、千葉茂の出演が発表されたほか、 PV 第1弾キービジュアルも公開された。今回は君のことが大大大大大好きな100人の彼女アニメ化に対するネットの反応を紹介します。100日後に死ぬ彼女、これ100人全員出たの？最新話でも3分の1ぐらいしか登場出てない。4分の1だよ。ジャンプラにも載ってるけどタイトルが気持ち悪すぎて読んでない。ラブコメの皮をかぶったボボ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 ボだぞ。ラブコメの皮をかぶった不条理ギャグ漫画やな。狂気のギャグ漫画やぞこれ。作画死にそう。新感覚ファミリー系ラブコメディ的格にまとめたな。ピンクで上品な策略か。上品上品上品。それは生まれた家のことを。やはりカラネは美少女だな。長縄マリアなら納得。健全挑発小動物系ロリキャラの時点で長縄マリアになりそうだとは思ってた。瀬戸は最近クール系のキャラばっかりやな。神様千葉茂でわろた。神様は千葉茂以外ありえんと思ってたから最高のキャスティングやわ。絵柄めっちゃ再現されてて草。PV 可愛いわ。このクオリティで全編頼むよ。キービジュにいない彼女がいるらしいな。キービジュの体格や肉付きが完璧。背後から見たらナディ先生の服装エッチすぎるな。ハートの奥にうっすらラスボスモードの顔したハハリさんいないかめっちゃ見てしまった。次の彼女のハハリを中央に配置、そこを中心にして登場順に左、右、左、右、となっている。レンタロウちゃんと融合しちゃってるのよ。100人の理由とか母とかいろいろ隠してるな。さすがにネタバレになるからハハリさんはいないのか。初見に対しての一番の爆撃ポイントだろうからな。キービジュのくるみとメイさんの間が微妙に空いてるから、もしかしたらレンタロウの後ろに見えないようにいるのかもしれない。彼女になった順番で1197から8012って並びになってるからそこに6のハハリさんが入るのが自然だね。というかこれいるけどレンタロウの頭で隠してるって感じなのか。それ以降の彼女もハブられているわけじゃなくちゃんと枠外にいるように見えるようにしてるね。なるほど、なんて愛情が深いんだろうか。絶対アニメ知識では出せない彼女もちゃんと背景にいるの好き。今のところ単行本登場済み彼女かな。単行本勢配慮がそこまで行き届いてるってこと。アーコがいるよ、嬉しいよ。キービジュからわかるスタッフの愛と本気度。ははーん、これは主人公が誰も選べなくてうだうだするやつだな。露骨に隠されてる人がいますね。グヘイクルミちゃんとメイに挟まれて両手に花。地上派で金です。ひょっとして放送時にいる彼女全員出す気か。倫理教師までいる。この人数動かすって制作会社に対する新手の拷問では。キャラデザの人も強人側なのか。サイキクスオみたいなスピード感で進んでも相性が良いタイプのアニメだと思う。ロゴコみたいなスピード感で進んでも相性が良いタイプのアニメだと思う。低級並みのスピードで進みそう。アメリカ人は後ろ姿もわかりやすいな。ナディ先生はボイス付きだと耐えられないと思う。アニメ本編には出ない彼女もオープニングに映ってたりしたら嬉しい。母の存在は初見の人にとってすごい大事なポイントだと思う。一応序盤のボスポジションだからな。どこまでやるかなー。元 OL 猫まで出てこないかなー。絶対無理だよ。まだ30人くらいしか彼女いないのにアニメ化しちゃうのか。むむむ、何かおかしい。とりあえず推し名だけは絶対に入れてほしい。倫理的に無理って言ってんだろ。もしかしてこのアニメ化かなり気合入ってる？思ったより彼女出るな。まあイメージイラストだけの可能性もあるか。ハハリさんボスやった後まだ見ぬ彼女たちで顔出ししていく終わりになりそうだな。キービジュ後ろにめっちゃいるな。さすがにワンクールじゃ全員は出せんない。世界迷宮でハーレム王のヒロインみたいに最終話でまだ見ぬ彼女たちみたいな感じでちょろっと紹介されるくらいか。ハハリまで出ると仮定してワンシーズン6ヒロイン、25人目の玉が出てくるまでには5シーズン必要なのか。彼女全員出すまでアニメ続けてほしい。キービジュアルの全員にちゃんと出番はある。しかし CV 確定組プラスハハリ以外はみなたまたま偶然風邪ひいて声が出せないからフリップでセリフが来ます。このアニメなら絶対にやるわ。後ろ姿でもみんなそれぞれらしいポーズなのいいな。ミミミ先輩後ろ姿も美しいわ。なんかエレイクオリティ高いじゃん。オラなんだかワクワクしてきたぞ。ハハリさんはネタバレだからいないとして、好き好き大好きくらいまでできるのかな。ハハリは原作知らない人たちには一種のネタバレだから配慮したんかな。 PV の時点であれ
ってなるとまず挽回できんが PV は100点だな。野沢先生の絵はアニメに染みくそうと思ったが真顔も崩した顔もちゃんと原作準拠で再現度高い。動きも勢いが感じられる。レンタロウの声はちと軽い気がするがまあ許容範囲。レンタロウの声はなんか、人間だった頃のレンタロウって感じ。しかし PV の時点ではめちゃくちゃいいな。これが最後まで保つとは思えないけども。そもそもこのレベルのものが PV であっても出てくるとは全く期待してなかったので驚いた。ヤンジェンもやっとアニメ化に気合い入れ始めたのかな。しかし改めてなんだ、くるみすら範囲外ってびっくりするよな。歩んできた道のりの偉大さよ。これでも一軒さんにはまた彼女多すぎラブコメアニメとか思われるんだろうから面白い。くるみとかメイとかイクとかかなり初期彼女な感じしてるけどそうでもないんだな。初期彼女ってなんだろう。海外コメント多くて笑った。最近のアニメは海外2期の熱がすごいな。一軒さんにはナロータイプのハーレムに見えるビジュアル、実際はボーボボタイプのハーレムとは。クオリティが高くて彼女愛をしっかり出して原作ファンも満足させつつ狂気はまだ出さずに隠しておく。本当に PV として100点満点だよ。ウィキペディアに設定確認しに行ったら、本記事では説の肥大化を防ぐため10人ごとに彼女節を区切って解説するって一文があって爆笑しちゃった。これ太郎ファミリーが編集してるのか。アニメに出ない彼女もキービジュにねじ込むのは100カノとして満点すぎる。改めて背中だけでも誰かわかるキャラで出してるのすごいな。なんやかんや後ろにいるまだ見ぬ彼女たちにも声つきそうな予感。モブなのに大物声優使われてるってアニメ勢がびっくりするやつ。オープニングで未登場彼女たちがモブに混ざってチラ見せとかありえそう。倫理教師のテントとかぼっち飯してるアーコとか、ぼっち飯してるアーコ見たら泣いてしまう。レンタロウが普通のハーレムラブコメ主人公っぽい詐欺 CM でいいぞ。静香ちゃんが彼女になった頃にはどうすればよいんだからじゃなくて、切腹用のドスを注文してただろうが。割とマジである程度までなら何やっても許される作品だと思うからはっちゃけてほしい。初手知らない彼女からスタートしてほしい気持ちはある。1話から俺の知らない彼女だとし始めたら脳破壊されそう。それで翌週の本誌にしれっといたら爆散しそう。この漫画気軽にメタ発言させるから何でもできるよな。ちゃんとシナリオやるのは多分手前の5人なのかなと思うけど、最終回でしれっと既存の彼女全員参加してるエピソードやったりしてほしい。劇場版くんのことが大好きな100人の彼女、突然レンタロウの前に現れた0人目の彼女。0歳の時の告白の答えが。レンタロウを処刑せよ。まず加藤さん100カノのアニメ化に対して一元目が正気かってこの人読者だってなったよ。レンタロウの中の人がちょっと怖かったですね。原作の理解度怖いよね。原作読み込んでるしレンタロウの解像度高いし好感度高いんだけど同時に怖い。さすがレンタロウ役だ。出来良さそうだしちゃんと愛されてるの伝わると期待が高まる。秋なんだな、あと3ヶ月ちょっとか。ジャンプつながりだとダークラザリングと入れ替わりか。ダークラザリングって確か2クールのはず。 PV 見た感じアニメの作画はすげえ良さそう。制作会社の体力よ最後まで持ってくれ。100カノアニメ PV とキービジュ公開に対する反応いかがでしたでしょうか。 PV とキービジュを見る限りクオリティ高くて期待できそう。ラブコメの皮をかぶったボーボボと呼ばれてるけどあのノリをどれくらい再現できるのかが気になるところ。それでは次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。